画像は映画、海猿、完結編の劇場版4作目、漫画家の佐藤周邦さんが、海猿、や、ブラックジャックによろしく、などの原作者として知られています。彼は漫画作品の実写化に関するトラブルについて言及しており、映画の撮影現場で主演俳優の衝撃的な発言も暴露しています。彼の投稿はネット上で大きな反響を読んでいます。 佐藤修邦さんは、ノートという文章投稿サービスで、日本テレビ系ドラマ、セクシー田中さん、の原作者であるあわらひなごさんが亡くなられました。とても悲しいです。漫画を原作とした映像化のトラブルということで、多くの人が私の名前を思い出したようです。と述べ、自身も経験した漫画の実写化に関する問題について書いています。 画像は海猿の作者、佐藤秀鳳。海猿は佐藤秀鳳さんの代表作で、海上保安官を主人公とした漫画です。連載は1999年から2001年まで、週刊ヤングサンデーで行われ、2002年には NHK で実写ドラマが初めて放送され、主演はトキオ国部太一さんが務めました。その後、 2004年にはフジテレビで俳優、伊藤秀明さん主演の実写映画化が行われ、劇場版一作目は最終興行収入が17.4億円を記録しました。また、2005年7月期にはフジテレビで連続ドラマが放送され、全11話の平均世帯視聴率は13.2%を記録しました。画像はフジテレビドラマ版、海猿、出演者画像、 2006年には劇場版2作目が公開されドラマの放送によって映画も大ヒットを記録し最終興行収入は前作の4倍以上となる71億円を記録しました同年の放課の実写映画では1位の興行収入となりましたフジテレビはヒットを受けて映画制作を続け2010年公開の劇場版3作目は最終興行収入が80.4億円 2012年公開の劇場版4作目は73.3億円となりました。しかし、佐藤秀鳳さんが2012年10月に自身の X でフジテレビとの絶縁を宣言し、今後は一切新規のお取引はしないことにしました。そのため、映画、海猿の続編などは絶対にありません。海猿の関連書籍の出版について、 フジテレビが勝手に許可していたことが判明し、佐藤秀鳳さんは不信感を抱いて絶縁宣言し、フジテレビを批判していました。後に謝罪を受けたものの、海猿の実写映像化に関する契約は終了し、永久に放送や配信されないことが報告されました。海猿シリーズ実写版が契約終了の理由、原作者佐藤秀鳳が、 フジテレビと絶縁宣言から5年。テレビの再放送やネット配信消滅芦名日菜子さんの休止から6年以上が経ち佐藤秀峰さんはノートで再び自身が経験した実写化に関するトラブルやその裏側について書いています「海猿」の映画化では出版社が著作権管理委託契約を結んでオファーを受け詳細な話も知らされずに映画化が決定しました 佐藤さんは口を挟む余地がなく、原作使用料もわずか200万円弱だったそうです。映画化が決定後、佐藤さんは制作サイドと一度も会う機会がなく、脚本も見せられずに公開されたそうです。その当時を振り返りながら、佐藤さんは、作品が自分の手から奪われていく感覚がありました。漫画と映像は全くの別物だと思いました。そうしないと心が壊れてしまいます。 と述べています。映画は DVD 化されてから見ましたが、佐藤さんにとってはクソ映画であり、自分が描きたかったこととは全く異なっていたそうです。ただ、当時はそのような感想を漏らすことはありませんでした。自分を殺しました。と綴っています。続けて、言えることは、出版社、テレビ局とも漫画家に何も言わせない方が都合が良いということです。 出版社とテレビ局は映像化で一儲けしたいという点で利害が一致していました。とし、テレビ局だけでなく出版社に対しても不信感を募らせたこと等を明かしています。さらにその後も劇場版2作目が公開された頃には、漫画の執筆に関わったある人物が原作者を名乗り始め、映画次回作の脚本は俺が書くと言い出してトラブルになったことがあり、 佐藤秀鳳さんは嫌気がさして続編の映像化を拒否し、その数年後にフジテレビのプロデューサーと初対面し協議を続けた末に、金銭的な解決で4作目まで作られることになったとしています。そして、佐藤秀鳳さんは一度だけ撮影現場を見学する機会があったとし、その時のエピソードも明かしており、プロデューサーが主演俳優を紹介するというので挨拶に行きました。 プロデューサーが話しかけると、伊藤秀明さんと思われる俳優は、原作者、喋んなきゃダメ、と吐き捨て、嫌な人だと感じました。画像は加藤愛と伊藤秀明。ネット上では、この投稿に対して、原作者の方に感謝だろうが、だから俳優とか天狗になってると思われちゃうんだよ。 伊藤英明って内側からにじみ出る性格の悪さみたいな演技がうまくていい役者だと思ってたんだけどあれは素の自分だったんだな俺の中で好感度高かった伊藤英明終わったあの大ヒットの後も大した仕事ないのにも納得がいった伊藤英明さんは若い頃からスキャンダルも多いし荒れな感じの人だから驚きはしない実際に言った言葉が原作者喋んなきゃダメ なのかはわからないけどもし実際に言ったのだとしたら本番前とかは全く関係なく何の用語もできない演じてやってるの気持ちがなければこの言葉は出ない人としてというレベルの話原作がなければその仕事にありつけなかっただろうに脚本家も演者も原作を軽く考えすぎていたんだろうね2012年佐藤秀峰さんがフジテレビと絶縁宣言した時 伊藤秀明さんは別のイベントに出席していて、そのニュースを見て、こんな感じなのかなと思った。そして、皆さん、伊藤秀明自体を嫌いにならないで、海猿は嫌いにしないでくださいと語った。海猿は伊藤秀明さんの人気作品で、佐藤周邦さんが初めて撮影現場に訪れた際に、 彼らが話さなければならないと言い放ったというのは信じがたいが、もし本当なら、制作サイドやキャストは原作者を軽視し、リスペクトもなかったのだろう。そして、漫画家には、原作に忠実にやってほしいとは伝えているんだけど、漫画通りにやっちゃうと予算が足りないみたい、などと言いくるめます。海猿はスペクタクルだから、原作通り作ったらハリウッド並みにお金がかかっちゃうから、 かくして、漫画家は蚊帳の外、テレビ局と出版社の間で話し合いが行われ、ことが進んでいきます。とも綴っています。セクシー田中さんの実写化にあたっても、アシナ・ヒナさんは制作サイドと会わずに、小学館を通じて様々な要望を伝えるも、それが守られずに何度も改変をされたと訴え、 そして脚本の修正作業により心身ともに疲弊してしまったと告白していましたが、制作サイドだけでなく出版社にも大きな責任がありそうです。